こんばんは、吉井和也です。結構久しぶりに太陽が燃えているを聞いたんだけど、声がすごい若いよね。なんかあの、今よりやっぱ、2割ぐらい口が大きく開いてて、あとあの、すごい勃起、勃起声だよね。ちょ何それ <laughs> あの、なんす勃起いっぱいしてる声。<laughs> いやいや、あの、基準ですよ。これのロックミュージシャンとか、その、シン、シン、うん、シンガーの。すごいやっぱその、歌からその、フェロモンホルモンじゃねえ <laughs> <laughs> らも出すでしょだからね、あの、これ、これから売れるブレイクするだろうなって人はやっぱ歌のね、いかに勃起しそうかっていう、勃起情報を聞いた方がいい。勃起情報って。<laughs> 勃起勃起感ね。だからほら、あの、今はさ、あの、必要な時しか勃起しないけど、その昔は移動中とかさ、無駄な勃起多かったでしょ。だからやっぱ歌にも出るのよ、その無駄な勃起感が。太陽が燃えてるわ、もう万年勃起だからね。 すごいよね。ボッキシンガー。<laughs> ボキ声のボッキシンガー。<laughs> ってこと1時間経ってようやくね、こんなね、あの、本当にあの、同級生に聞かせられないような下ネタを言ってしまったけども、ほんとすいません。あの、ほんと世間の皆さんすいません。あの一、ー、1時間経ったのね。残り30分なんだ。なんか最初は結構大丈夫かなと思ったけど、なんかでき、できるようになってきたような気がします。ね、ボッキ声。 だから、これ、もう世の中のそういうシンガーは、勃起をいかに勃起感があるかっていうのは、やっぱ重要なポイントかもしれないですね。あの、僕らはほら、昭和世代だから、さっきの太陽が燃えてるかんな、カーンナーってこう、カーンナーってすごいこう、ね、なんか公園で土管の上で歌ってるような感じになっちゃうじゃない。肉食っぽく。だけど今のさ、あの、装飾のバンドの子たちってこう、うん、んかなってたーってなるでしょ。だから、判断しにくいけどね。 ということで、えーメール、リアクションメール紹介したいと思います。スーが長いのは昭和っぽいよね。<laughs> お願いします。吉井和也と申します。あ、出てっちゃった。こんなメールも来ております。北海道、<laughs> こんなにボッキボッキ聞いたのは久しぶりです。<laughs> ありがとうございます。ボッキしました、だって <laughs>。 わかんないね、岩手の方。ごめんなさいね。いやいや、あの、あの、これ、勢いのあるシンガーっていうのは、勃起感がある声だよっていう話をしてたんです。下ネタじゃないんですよ。躍動感っていう意味です。命の話。はい。命の話。<laughs> <laughs> 命の話って。<laughs> <laughs>